トリー高校3年生北村クレアさん。4歳から歌のレッスンに通い、現役高校生ながらすでに歌手として活動している彼女。今回このモノマネ甲子園をきっかけにモノマネ初挑戦。クレア、だから応援してるよ、頑張れ。さあ先行は滋賀県出身高校3年生の北村クレアさん、はい、意気込みはどうでしょう か。初挑戦ですごく緊張してるんですけど、はい、私なりに頑張りたいと思います。そうか、将来はミュージシャンということ、アーティストということね。はい、ベースの歌のうまさはもう間違いないわけ。間違いないです。あとモノマネが似るかどうかという。でも仮にめちゃくちゃアーティストで成功してもこの番組のモノマネ甲子園出たってことはプロフィールに書いてください。太字でお願いしますね。さあそれでは曲紹介をお願いします。北村さんが披露してくれる曲は生き物がかりさんのブルーバードです。すごいやん。それでは歌っていただきましょう。どうぞ。羽ばたいた戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。悲しみはまだ覚えられず、切なさは今掴み始めた。あなたへと抱くこの感情も今言葉に変わってく。道なる世界の夢から目覚めてこの羽を広げ飛び出す。羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは白い白いあの雲。突き抜けたら見つかる。すごかったです。いやすごいすごい。いやでも粗品の乗り方もすごいなと思って。いやもうなんかこうやって聞いてるから。俺も隣で見ててめちゃくちゃ気持ち悪かった。違うんですよ。違うんですよ。これさ、あの音楽的才能があるから逆にどう粗品の感想も聞きたい。いやいやめちゃくちゃすごかったです。すごいね。やっぱ音楽家やもん。生き物係さんの中でも。はい、難しいじゃないですか、歌うの。早いしても。ちょっと聞きましょうよ、審査員の一人。はい、森崎さんいかがでしたか。いやめちゃくちゃ似てますしたし、あの高音に伸びた時のちょっとしたの、はい、ハスキーボイスが、うん、それもご本人が持ってるもう元々のものなのかっていうぐらい、はいはい、もう本当に僕はもうイヤホンで聞きながらもう僕の耳がもうあの聞き惚れしてました。ありがとうございます。